なあ小春さん、あんたも因果な男に惚れたもんやな。この大阪の町には男は腐るほどおるというのに、それもよりによってあの治兵衛とはな。二人も子があって、女房とはいとこ同士、舅はおば、それに節気節気には支払いにも追われる神屋の商い、それはどうや。実家目近い金こしらえて女郎を身請けしようとは、こらちいと分に過ぎると思いませんか。